の政治は私たち一人一人の生活、一人一人のことを大切にした、そういう政治になっているでしょうか。私たちが普通に暮らしながら願っていることが政治の中であまりにも生かされてない、そう思いませんか。いつの間にか私たちも本当は自分の願いを政治に託して、政治によって実現してもらう、そのことを期待しなくなっているのではないでしょうか。皆さん、自分の胸に手を当ててどんなことを政治に実現していいか考えてみてください。この物価高です、消費税下がってほしい、そう思ってませんか。皆さん、ヨーロッパでは大学の学費ゼロへの流れが当然です。なのに日本ではめちゃくちゃ大学の学費高くないでしょうか。大学の学費もっと下がって、親の経済力に左右されず自分の願っている学校に通いたい、そう思っていないですか。皆さん、自分の親の世代の年金が削られてる人いるでしょう。親に安心して暮らしてほしい、老後は年金で安心して暮らしてほしい、病院にも安心して通ってほしい、そう思ってる私たち、それが普通の願いではないでしょうか。皆さん、ここにいる神奈川選挙区から立候補している浅香由香、私たちが普通に願っていること、それを政策として提案し、それを国会に届けようとしている候補者です。皆さん、ぜひ浅香由香の政策提案聞いてください。皆さん、こんにちは。参議院神奈川選挙区候補の浅香由香です。よろしくお願いします。皆さん、賃金安すぎる、そう思ってる方いますか。多分みんな賃金安いと思ってると思います。神奈川県の最賃1040円、8時間働いても月18万円にしかなりません。浅香由香、最低賃金時給1500円に引き上げます。今先進国は最賃1500円以上、こういう流れが広がってます。7月1日、オーストラリアは最低賃金を1988円に引き上げました。皆さん、8時間働けば最低月34万円以上もらえる、そういう最低限のラインが今先進国にできつつあります。若い方の中で初任給30万円以上もらってる、そういう方どれぐらいいるでしょうか。神奈川県最賃1040円、月18万円にしかならない、いつから日本はオーストラリアの半分ぐらいの給料になってしまったんでしょうか。賃金引き上げる、それは政治の責任です。中小企業にしっかりと支援を行う、10兆円社会保険料減免を行って、中小企業を支えながら最低賃金時給1500円、月8万円給料の底上げを実現する。非正規でも正社員でも、どんな仕事についていても、8時間働けば最低でも月26万円はもらえる、そういう最低限のラインを私浅香由香必ず作りたいと思います。皆さん、賃金上げろ、その願い、ぜひ浅香由香に皆さんの一票託してください。よろしくお願いします。皆さん、今先進国、大学の学費無償が当たり前の流れになってます。フランス、ドイツ、2万円3万円あれば大学に通うことができる。フィンランドは大学院まで学費が無償です。ところが自民党公明党政治の下で大学の学費が50倍に引き上げられてます。浅香由香の街頭宣伝、中学生高校生、選挙権がない皆さんも立ち止まって聞いてくれる。先日も親から大学の学費払えないと言われた、でも大学に通いたい、ぜひ学費ゼロ実現してほしい、街頭宣伝の後に声をかけてくれた学生がいました。
今通ってる学生の皆さん、周りでお金の心配して大学行けない、そういう方いませんか？自分はどうでしょうか？世界では学費無償が当たり前の流れです。私、浅香由香、20年間学生の皆さんと一緒に学費は無償へと取り組みをしてきました。そして学生の声が政治を動かしてるんです。50年で50倍に引き上げられたこの大学の学費、その下でも学生が声を上げたから、あの自民党公明党政治でさえも世界で当たり前の返済不要の給付型奨学金、本当に一部ですけども実現せざるを得なくなった。学生が声を上げれば政治家を動かし、そして政治を変えることができるんです。日本ほどの経済力があれば大学の学費の無償化も実現することができるんです。学生の皆さん、学費はゼロへ、その一票をぜひ浅香由香に託してください。お金の心配なく学ぶことができる、そういう社会一緒に作っていきましょう。皆さん、年金の話もありました。物価が上がったら年金も上げる、それが世界の常識ではないでしょうか。物価が上がったら年金も上げる、年金の底上げこそ必要だと思います。ぜひ皆さん、賃金上げてほしい、消費税は 5% に減税してほしい、学費はゼロへ。皆さんの願いをぜひ浅香由香に、学費ゼロの社会一緒に実現していきましょう。最賃1500円の引き上げ、最低でも月26万円はもらえる、そういう社会を一緒に実現していきましょう。若者が未来に希望を描ける、そういう社会浅香由香必ず作っていきます。ですからぜひ皆さんの大切な一票、浅香由香に託してください。よろしくお願いします。皆さん、私たちの普通の願い、消費税は下げてほしい、学費はゼロにしてほしい、年金は物価が上がってるんだったら上げてほしい、こういう普通の願いを口にしようとすると、すぐ政治家の方が財源どうすんだ、そんな話してきます。でも違うでしょう。本当は私たちの願いを政策にして、その財源を考えることこそが政治家の役割ではないでしょうか。それにもかかわらず政治家がその努力をしないで、私たちの方に我慢させるかのように財源どうすんだって聞いてくるなんて、そんな政治変えなければならない、そう思いませんか。皆さん、ここにいる浅香由香、今言った政策実現するための財源まできちんと考えています。皆さん、この財源きちんと聞いてみて、私たちが普通に願っていることを政治に託してみませんか。皆さん、選挙になると政治家みんないいこと言い出します。でも浅香由香と他の候補者の大きな違いは、財源をしっかりと皆さんに提案しているところにあります。浅香由香、消費税に頼らず社会保障を拡充する財源を提案しています。今から話します。ぜひ聞いてください。日本の税の仕組み、あまりにも不公正なものになっているの、皆さんご存知でしょうか。誰も言わないので多分知らないと思います。大企業と中小企業でどちらの方が税の負担率が高くなっているか、皆さんご存知でしょうか。実は市場空前の利益を上げ続けている大企業の方が、中小企業よりも税の負担率がなんと半分なんです。なんでですか。なんで中小企業の方が大企業よりも税の負担率2倍もしてるんでしょうか。このおかしな仕組み変えたいと思います。そして所得1億円を超えると税の負担率が、所得10億100億どん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 下がってきます。なぜでしょうか。株で100億円儲けても 20% しか課税しないからです。株で100億儲けたらアメリカでもヨーロッパでも 30% から 50% ぐらい課税するのは当たり前なんです。
株で100億儲ける人を優遇する必要ありますか。この所得1億円超える富裕層の皆さん、そして大企業にももっと公正な税の負担をお願いしよう。これが浅香由香、そして日本共産党の提案です。この2つだけでも11兆円の財源を確保することができます。大学の学費、国立も私立も、そして短大も専門学校も所得制限なく全部半額にするのに必要な予算は1兆3000億円。今話した財源の11分の1の予算で実現することができるんです。皆さん、財源はあります。しっかりと提案していますので、ぜひ安心して学費はゼロへ、賃金を上げろ、年金を上げろ、その願いを浅香由香に皆さんの一票託してください。よろしくお願いします。皆さん、今の政治、私たち一人一人の人間のことを大切に思っている、そういう政治を行われているでしょうか。自民党の政治家は性的マイノリティに対して差別発言を行っています。私たちはそんな風に性的マイノリティの人に対して差別発言を政治家がしてほしい、そんな風に思っているでしょうか。誰しも生まれてきてよかった、自分に自信が持てる、そんな風に生きてほしい、そう思っているのではないでしょうか。異性を好きになる人もいれば、同性を好きになる人もいます。その全てが尊いことではないでしょうか。政治家は今あまりにも排外主義的な発言を行っています。でも私たちの社会にはいろんなルーツの人がいて、いろんな国籍の人がいて、その人たちと共に生きています。私たちは全てこの国で生きている人たち全てと共に生き、みんなが自分が尊重される、そんな社会を作りたい、そう願っているのではないでしょうか。皆さん、ここにいる浅香由香は差別のない公正な社会、一人一人の尊厳が認められる社会、その社会を作ろうと思って神奈川選挙区からこの参議院選挙を立候補しています。皆さん、ぜひ浅香由香の話を聞いてください。皆さん、今本当に政治家の差別発言が多くの人を苦しめていると思います。愛する人が同性でも家族として認められたい、そのささやかな願いを政治が阻んでいます。同性婚認めるべきではないでしょうか。 LGBTQ への差別をなくすべきではないでしょうか。皆さん、選択的夫婦別姓は7割の国民が賛成してます。多くの自治体でも選択的夫婦別姓実現すべきだ、意見書が上がっています。なぜそれを政治が阻むのでしょうか。選択的夫婦別姓認めるべきではないでしょうか。そして今、排外主義的な差別発言がヘイトスピーチを助長してます。多様性を認める、一人一人が違いを認め合って、そして一人一人が大切にされる、そういう社会を作っていきたい、それがみんなの願いではないでしょうか。そして多様性のある社会作っていくことこそ平和な社会につながる一番の力になるのではないでしょうか。皆さん、もっと一人一人がその人のありのままが認められる、一人一人が生きていることを楽しめる、幸せになる権利を認めていく、そういう社会一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。皆さん、7月10日参議院選挙あります。ここにいる浅香由香、神奈川選挙区から立候補しています。浅香由香、この政治を一人一人が大切にされる社会を、そして私たちの普通の願いが政治の中で反映される、その声を届ける国会議員になる、その気持ちが本気です。浅香由香は自分の利益のために国会議員になろうとしているわけではありません。
浅香由香が政治を志したその動機は、一人一人のかけがえのない人生が大切にされること、それこそが政治の本来の姿だと、そう思っているからです。皆さん、そう思う皆さん、どうもありがとうございます。ご支援ありがとうございます。浅香由香に明日一票投じてください。今日も事前投票できます。そしてこの浅香由香を自分たちの最高の候補者だというふうに押し上げているのが日本共産党です。皆さん、日本共産党に比例票をぜひ一票託していただくことをお願いして、この場での私からのスピーチとさせていただきます。どう